はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長ののりとやすアミーゴです。どうぞよろしくお願いいたします。さあなんで我々はこんなとこ今車の中で収録してるんですか。これは現在1月4日仕事始め淡路島に向かっております。イエーイ。ちょっと淡路島に今からあれですね、淡路島ステーションの準備をしに行くわけですね。そうでございます。なるほどね。どうですか淡路島は。ざっくりざっくりそのあれね、コメント追ってますね。ざっくりですね。どうですか、どうですか淡路島は進んでますか。全く進んでないです。やっぱりあれですね、コロナの影響で思ったようにいかないですね。あのあれですね、うん、ステーションの工事が終わって、うん、さあいよいよっていう頃に、うん、そうコロナが来よって来よりましたね。何を隠そう2020年の1月末かな、工事がほぼ完了したのが、うん、で完全に完了したのは4月ぐらい、3月上旬とかかな、3月上旬とかでしたっけ。ですっけね。なんかそんなんでしたよね。なんて、その完全に工事が終わるまでも、うん、ちょこちょこ行ってね、うん、準備は進めてたんですけど、そうそれをしてるうちに、うん、もう逆に大阪の数字がとっとこ上がっちゃって、でこれはちょっと私たちが移動するのは危険だと、そう現地でねちょっと白い目で見られる気配を感じたので、うん、あの当時あのコロナが始まりだしたというか、流行りだした時は、うん、結構ね、あの他府県から来てる車が傷つけられたりとかね、そうまだねその辺のリテラシーが全然そのね、その罹患者を差別するっていうことがまだ問題になる前とかだったんで、うん、その社会ってやっぱ進化するんですね。だからあの頃はもうそういうのを目の敵にするような風潮がありましたですけれどもね、あの自警団って言ってましたっけ、なんとか警察って言いましたよね。自粛警察、うん、ありました、ね、ちょうどあの頃ですね。なんか家に針金されたりとかね、はい、あの田舎に帰った子供が田舎に帰ってきたら、うん、こんな時期に帰ってくるなんて信じられないとか、はいはいはい、ね、針金されたりとかね、うんうんうん、ありましたよね、うん、あ今でもなんだかんだ言うて差別は収まってはいないみたいですけどね。そうですね、完全にはねまだやっぱり根の深い問題ですからねこれは ね、うん、ただまあ自分はかかりたくないからっていうので、うん、なんかこうなんか疎んじるというか退けるのが差別に見えてしまうっていうのはあるんですよね。うん、こっちこんといてっていうのがね、一番人間の感情の中で不安とか恐れっていうのってなんかすごいね、うん、周りに対してね、うん、あのなんていうんですか、バリア作って、うん、なんか反発しちゃうところがあるので、そうですね、それがね、うん、なんかちょっとトゲトゲしく見えてしまったりとかっていうのはあるんですよね。いうのはね、あるでしょうけどね、うん、難しいとこですね。その、感染は避けていかないといけないし、うん、接触は減らさないといけない、うん、だけど、なんかそれが差別というか、うん、なんかこう、なんていうんですかね、そういうなんか嫌がってるっていう、うん、雰囲気に変わってしまうと、またそれはそれでこう受ける側が感じることがあったりとかしてしまうっていうね、うんうん、なんかこれはなんか捉えが難しいですよね。難しいね、なんか正しく恐れるっていうのを最初に言い出した人ってすごい分かりやすかった、ね、本当です ね、ガスでしたっけ、正しく恐れは。いや、あちらこちらで結構その医療をされてる専門家の方たちにおっしゃってましたよ。そうですか、うん、だからね、うん、何をしてよくて、あで今日ね、うん、ちょっとなんかそうやって医療の方がおっしゃってたのあったんですけど、はいはい、しないといけないことは、うん、もうあのほぼほぼの方がしてくれてるんですって。あ、
そうなんですか。うん、だからマスクをしないといけないとか、うんうん、手洗いをしないといけないとか、うんうんうん、そういうのはしないといけないところはしてくれるんやけど、うん、しちゃいけないことに対してまだまだ徹底できてないって言ってましたね。うん、あ、やっていいことはもうやれてる。だいぶあのやってくれてる人が増えてると。増えている、うんね。で、やったらあかんことはなかなかなくならない。そう、その一番で言うたら密になること。うん、あ、密になることね。とかその会食の時に、うん、とかそういうシーンでマスク外したりとかするじゃないですか。はい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 、そういう時にやっぱり気をつけないといけないこととか。うん、そうですね。なんかそういう部分はまだまだ、うん、あの徹底できてないっておっしゃってましたね。なるほどね。いやいや、でもやっぱりあれですね、とどまってくれないですね、なかなかね。くれないですね、うん、もうだってウイルスが一番ね、うん、生きやすい環境ですからね、うん、今。ああ、なるほどね、うん、まあ、乾燥してるっていうのが一番広がりやすい。そうそう、うん、で結構もうみんなだいぶコロナ慣れしてしまって、うん、その さっきもね、ちょっと言ってたんですけども、全然気にしてないっていう人結構増えましたからね。だからね、どれだけそのいろんな規制がかかったりとか、うん、あの医療の方が頑張ってくださったりとかしても、うん、結局のところはその我々が行動を気をつけないと収まることはないですからね。そうですね。だから自分は大丈夫って思ってるのって一番危険だし、無症状でね、ばらまく人になっちゃってる可能性もあると思うと。あるわけですから ね。よくゾンビ映画でね、うん、ゾンビを攻撃してた側がゾンビになってしまうって話ありますけどね。うん、なんかね、まあ、うん、結構持論をおっしゃる方も今増えてるじゃないですか。はいはいはい、はい、マスクなんてとか。ああ、そうですね。でもそれって自分がかかってない前提で多分言うてはると思うんですよね。ああ、なるほどね。やっぱり自分が運び屋にならないためには、うん、1枚ガードするだけでも、うん、ね、若干控えられるのであれば、その若干は絶対必要ですよね。そうですね。なんかね、海外の人ってマスクすごい嫌がるって言うじゃないですか。うん、なんかね、分かりました、あの言葉のニュアンスの違い、うん、でマスクイコール顔を隠すもの、なんかやましいことがある時とか、うん、なんか自分の正体を明かしてはいけないような時とかに使うものっていう印象が、同じマスクっていう言葉を使うので、マスクをするっていうことはなんかやましいことがあるっていうふうにどうも捉えられてしまいがちみたいなんですよね。てか日本は覆面っていうじゃないですか、顔を隠すっていうのは。なんか そういう違いはあるからなんでしょうけど、まあ、そこラッキーでしたね、同じ言葉じゃなくてね、たまたまね。うん、でもなんかこんな状況になってこれ覆面しなさいって言われたりしますけど。ああ、そうですか。あ、そうですか。うん、なるほどね。うん、あのこんな状態になったからひょっとこのお面かぶりなさいって被りますけどね。ひょっとこね。こんな日でもあれはやるんですか。当たり前じゃないですか。カマゴとクマゴ。待ってる人がいるんです。いるんですね。いるんかな。いないかな。ということで、ということで、その前に CM をご覧いただいてから、はい、ね、例の車で走ってても紹介するというあのコーナー、あのコーナー、カマコとクマコのどこまで行くのをご紹介したいと思います。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。
んこはタバコが好きでいつもプカプカプカバカ野郎。さあめっきり寒くなったわね。タバコ、あらいらっしゃい。はい、どうです。どうもどうも、どうぞ。いやいやいや、寒いね。もこもこやね。もこもこでしょ、これサンタさんみたいでしょ。ほんまに時期外れやけど ね時期外れちゃったけどね。ね、こちゃん剥がすわね。剥がしてちょうだい。はい、もうね、今日から事前に用意することもしたの、みたいね。そう、はい、予約してたっけ。あれ電話もしてないけどね。そうそうそう、なんかいきなり来たけど、察知してくれた、ね、察知してくれた、はいはい、乾杯しますか。はい、ちょっとなみなみね、これなみなみね。はいはい、ね、では、はい、お疲れ様でした。どうも。うん。いや。あの炭酸です。いや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 。ねえ、もう年も明けて。はいはい。ね。ね。もうあれでしょ、先週とか成人式まで終わってね。そう、終わった終わった。ね。なんか中止になったとこも多かったけどね。あ、ね。ね、成人式とか何してたの？成人式行ったちゃんと。あ、行きました行きました。行った、行きましたというかね、ちょっとあんま大きな声で言えないんですけど、うん、何箇所か行ったんですよ。何箇所か行った。どういうこと？何箇所か、何年か行ったんですよ。何年か行ったの？何年か行った。あのね、間ちょっと空いてるんですけど、24くらいだって行ってもちょっとわからんかった。写真だけ写りにね。写真も写ったな。それ入れるんや。意外とだってほら、僕らの子供多いから、いちいちそんなにチェックもしてないし、なるほどね、うん、変化だ。え、会場の中にも入ってる？もちろんだから入って最後に記念撮影するんでしょ、うん、するんです、うん、するんですよ、うん、で、まあ、最初の頃はちゃんとお話を聞いて、うん、でこう最後まで待ったんですけど、うん、だんだん夜覚えてきたら写真の時間分からない。その時間だけに合わせたんですよ、写真。え、その写真ってくれんの？ちゃんとくれます、くれます。え、その場で、その場でじゃない、送ってくれる、うん、送ってくるというかね、うん、その会場にこう張り出されるんですよ。で、地方紙みたいな新聞に載っけてもらって、4年連続、4年連続。おかしいおかしい。行きましたね、24ぐらいだけど。へー、行った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 、ごく普通に1回だけ、なんか、うん、当時ってゲストさんとかいた？なんか公演会とか。あ、おったかな。あれ、おらんかったな、俺ん時。いや、うちも行ってなかったかな、うん、うん、私、成人式行ったけど、うん、会場は入ってないのね。あ、なんか当時付き合ってた人と一つ上の人と一緒に、うん、なんかその人もなぜかスーツで、うん、で一緒に行ってみんなに、うん、久しぶり、じゃあ帰るわっつって帰った。なんかね、女子は年上の彼氏がこう迎えに来るのにちょっとなんか、うんうんうん、ありましたよ、うん、あ、ステータスね、うん、どんな、うん、かっこいいやってるんだろう、どんな車乗ってんねやろ、うん、はいはいはい、車見んのありましたね。そうですね、そういう風に見てたね、うん、私の時は会場の中で喋ってはったの、今行くよクロさん。あ、そんなゲストがあったんや。あった。僕ゲストっていうのがもう多分なかったから、そうなんや、市長さんが来て喋るとかやったから、うん、僕ね、バンドでアーティストでやってた時、うん、デビューしてた時に、うん、そのなんて成人式で、うん、その演奏するっていうのが、うん、結構キャンペーンであって、うん、あ、営業ですかそれ。営業ちゃうかな、あれは、うん、キャンペーンやったかな、うん、ちょっとわかんないんですけど、うん、今となっては、うん、だから意味わかんなかったんですよ、うん、なんか成人式って歌うからって言われて、うん、なんで成人式で歌うの、うん、いやだってそんなん市長さんの話とかだけで眠たいよね。まあまあまあ、どれぐらい時間やってたんでしたっけね、2、3時間でしたっけ。結構短いっちゃ短い。そんなまあまあずっとダラダラ喋ってなかった、うん、10分15分しかおらへんかったから、うん、あ、じゃあって書いてあった。そう、久しぶりにじゃあっつって、あ、そうか、同窓会みたいになるんですね、やっぱ地元の人に帰ってくるから、うん、
まあでもね、こういう成人式もだから中止なとこも多いでしょ。そうや、お祭り系とかも全部、あ、うん、多分お祭りは結構今年も響くでしょうな、ね、まあ、夏になったらどうなってるか分からんけどね、うん、夏だけちゃいますしね、お祭りってね、うんうん、何夏お祭りとかってなんか浴衣の女の子といったりとかしたの、はいはいはい、浴衣の、あ、そうですね、ただ、まあ、付き合ってた時とかはいっぱい浴衣で会いましたけど、うん、あれあのクソ暑いんでしょ浴衣って。クソ暑い、クソ暑い、そうなんや、暑い、暑い、涼しそうに見えた、暑、まあ、いんか、だからお化粧もねやっぱ大変やろうし、うんうん、涼しそうに見えて実は暑いって聞いてたから、うんうん、でそんな無理してくんのかなと思ってた望んでない、望んでなかったですね、うん、あの着せるのめんどくさいじゃん、あ、着せるの、着せるの、ちゃんと待ってた、待ってた、あれやろ、それちゃんともう前もって用意しといたらあ、志村の使いよね。そうそう、ね、だめ、男にこっちはまあ可愛いのはね可愛いんでしょうけど、うんうん、まあちょっとなんかあのなんていうか合理的でないというか。お祭りよりもその後がメイン。そうそう。だってあの花火なんかね、花火大会とかあるじゃないですか。うん、男花火見たくないんですよ。全然見たくないですよ。花火を見て喜んでる彼女を見たい。あ、素敵ですよね、うん、そうそう、あ、ちょっと違うこと考えですね、ああ、なるほど、だからだでそで結局一緒やは、はい、はい、終われへんから、はい、終われへんからそんなんですね、じゃあ彼女が花火見て思いにふけてる時も全然違うこと考えちゃうんですよ、後の工程がこう どう攻めていこうか、そう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 、そんな、こう若気の至り今も変わらず、いや、そう、うん、あのうんって言った、うん、いやいや、去年とかはね、うん、ちょっとまあ行けなかったですけども、うん、基本的にね、あんまりその人混みとかね、うんうん、あんまり得意じゃないんですよ、あ、うん、人は好きですけど、うん、あんまりこうもう並んでまでとか、まあね、ちょっとね、うんうん、苦手なところ、人混みが全員女やったら OK、 それもねあのまず無理でしょ何が無理、その条件、シチュエーションがまず無理じゃないですか、女でもいかんと女入れてくれないしどう、お祭り、うん、どうってざっくり振ったな、思い出はね、そうそう、子供の時ね、ひよこ釣りが好きでね、うん、ひよこ釣り、うん、あれ今なくなったんじゃないの、うん、昔あったなんか、かわいそうってなくなったの、なんかわかんないけど減ったかも、 あそうなんや、ひよこ釣り好きでね、うん、あの妹となんかチームになって、うん、ひよこ釣ってきてはあのなんていうの、その当時ね、小学校の時やったんやけど、うん、蛍光ペンが流行りだした、うん、蛍光マーカーが流行りだした頃で、うん、めっちゃいろんな色の蛍光マーカーがあって、うん、ほんでひよこにねこうあかんやつや、クレームくるやつや、塗るのクレームくるやつやな、でこういろんなデザインにしてクレームは直接こちらに、それちょっとさならにはこちらに、一応斎先生パクってますよ、ね、小学生よ、小学生の時、まあ心ない頃ね、うん、でこうやっていろんな塗って、うん、ほんでこっそり返す、ね、よからそうしたら、ちょっとそうしたら、うん、みんながその色塗ったあるひよこを欲しがってみんなでこぞって、うん、こぞってつろうってするようになって、うん、そこからカラーひよこってのが生えた、絶対嘘、絶対嘘やん、ほんと僕が流行らしたね、あれは。クレームはこちら。はい、こちら。いたずらですね。いたずらですね。あれほら、うん、オスとかメスとか見極めるの。いてますね、あの、あれ、嗅覚でいけんじゃん。嗅覚メス。メス。あ、これメス。はい、これメス。くん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 。鳥類はどうかな。やったことない。そうか、そうか。あれ、でも、ひよこ、え、つって、持って帰れないんですか？持って帰れるんですよ。持って帰る。うん。持って帰って育てること。なんかニワトリになってるとこ結構いたら。あ、そうなんや。僕小学校2年生ぐらいの時に釣った子が、うん、ニワトリまで大きくなりましたよ。へえ、うん。そうか。で飼われへんくなって学校の動物園に行ってみたい。あ、僕もそうした、そうした。ね、うん、小学校ですね。うん。うん、またでも色塗るって心ないね、心ないことしてましたけどね。まあ子供ですわそこはね。うん。いや僕もね。うん、あんま大きな声で言えないんですけど、うん、あの歩道、警察に歩道されたんで、ね、うんうん、
生まれて初めてされたのが小学校の4年生早っ4年生あのね、何をしたかっていうとね、うん、あの JR の今の天満駅って、まあ、天満ね、あるじゃないですか、はいはい、で、こう、駅に看板こう、今みたいにこう蛍光灯のやつではなくて、うんうん、今でも田舎行ったらこう地面から直接こうブリキ白く塗って筆で描いてるだけの、はい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 、もうその駅も昔僕ら子供の頃はそうやったんですよ、うん、でこう手ん間ってひらがなで描いてあって、で下にこうこっち桜の宮大阪って描いてあるんですけど、うん、その天間の間の後ろにあるの油性のマジックでクエスチョンマークつけて天満そうです。で誰もそう爆笑じゃないですか。失笑。乗ってる人も見るだけ。それを見てせせら笑う。クスッとくるぐらい。そうそうで、あの、まあ、駅員さんにもちろん捕まって、警察突き出されたんですけども、うん、怒られたのはそれじゃなくて、うん、僕、まあ、森の宮住んでるんですけど、はいはい、なんで地元でやれへんのわざわざここまで来てやんねえって言われて。あ、それ理由それおかしいおかしい、怒り方あ怒られましたねじわじわ来るよね、でも、ね、おもろいですよじわじわ来る消したとか、ひどい落書きしたとかじゃなくてそうそうそうちょっと疑問系にしただけ思ってんのかなクスッとくるおもろいおもろいいろいろやりました、いろいろ怒られましたけどねもう、あとはあれ、ね、バス停バス停入りませんでしたバス停で何バス停、あの昔のバス停こうポールにこう駅名書いてあって、はいはいはい、下がこうコンクリートの重しで固めてる あれをちょっとずつちょっとずつずらす自分が言えた次の日ってそこにちゃんと並んだ、あれなんやちゃんと引っ込んでほらバスのスペースを置いてないとこやったんやそうそうそうあ今みたいにこうベンチがあってとかねあれなんではなくてポーンと置いてあるだけやったから自分しまいに自分の家の前に10日ぐらいは見つからなかったし徐々に徐々にやったいきなりガッてやったからね怪しまれるんでそれはやっぱりバスの運転手さんが気づかはんのかないやいやこんなとこやったのあの多分ね友達仲間とその銭湯行って、うん、その帰りにちょうどあのバス停があって、うん、でなんか面白いことに飢えてたんでしょうね子供の頃ちょっと発想がいいよねおもろいよね可愛らしいでしょなんかそれはちゃんと地元でやったんや。地元でやりましたね。そう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 。天までやらんと。いやまあ話せないエピソードいっぱいありますけど。はいはい、でもちゃんとあのほら捕まってちゃんとね怒られてるあたやから大丈夫。一応償ったと。めちゃくちゃ怒られましたね。めっちゃ覚えてるわ。お祭りな、お祭りあることどうよ。お祭りそうなんやろな、うん、やっぱり喧嘩とかしてクソヤンキーやね中学の時とかめっちゃ大喧嘩とかしたよね対学校みたいな対学校いやグループ同士で、うん、グループ同士でやねんけど私すぐいつ見て前、うん、先頭出るからしないかなんか思っていやいやいや素手やつ素手でね祭りが揉め事も多いですもんね、うん、喧嘩だ喧嘩だみたいな感じですよね、うんうんうん、そういやさっきの成人式のあれですけど、うん、お祭りとあの暴れる人ちょっと最近いなくなったんですかねあの成人式で、うんうん、よく暴れてたそうですねやんちゃな感じありましたねなんかあれってテレビで取り上げるから余計盛り上がるから、うん、やっぱり取り上げる方がいいんじゃないかっていうね、うん、そういう話になるよねブームでなっちゃうもんね、うんうん、やっぱりね、うんうん、その日のためにそういう格好するのが多いんですよもともと実際に根本的に悪い子たちではないんでしょあ、そうなんだ、うん、パフォーマンスとしてあ、うん、エンターテイナーなんですね、うん、沖縄とかすごいんだ ね、うん、あ、そうなんや、うん、沖縄どうなの沖縄リーゼントしてあ色眼鏡かけてでも沖縄それ数でおるんでしょおるんかな今って最近行ってたのは分かんないなんか沖縄ヤンキーのなんか YouTube ってありませんめっちゃおもろいっすよ、確か知らんなぁ TikTok やったかな、なんか沖縄ヤンキーってあります沖縄ヤンキー沖縄ヤンキーバカにしとんねいやいやいや、じゃあ自分でそれやってあ面白くやってあるなるほどヤンキー貴重よね、もう今のあればね貴重よ、ね、天然記念物よ天然記念物
私お祭り終わった後に、うん、終わる時間決まってるやんか、もう大体消えて、その後にお金拾いに行ってた、うん、それ俺もやった、お金拾い、うん、もうめっちゃお金落ちてる、落ちてる、どういうことどういうこと、みんなほらすごい人混みの中で大きいお祭りの時、うん、財布じゃなく、うん、お金落としてるから、千円札とか500円玉とか小銭なんかもいっぱい落ちてんの、るから。なーなんなんで落とすんですか。なんかこう、なんか人混みやからポロってあーみたいな。そうそうそう、顔とそのまま探されてるし、そのまま放置して。墓泥棒やないですか。バチ当たるわよ。バチ当たる。ちゃんとね、お財布はちゃんとね。これ月日経ってるからね。子供の頃ね。子供の頃だから。そうか。言うても子供だから。子供だから。ね。そんななんかろくでもない思い出した、ね、私らの思い出ってろくでもないことさ、ね、なんかちっちゃいわね、ちょっとね、ちっちゃいわね、ちっちゃい思い出ばっかりね、ちっちゃいわね、沖縄ヤンキーの方がすごいわね、沖縄ヤンキーチャンネルまで作っちゃう、チャンネルまで作っちゃう、なるほどな、ねえ、ねえ、いやいやいや、でもほんまに早くね、ちょっとお祭りなんてあんなり普通に戻ってほしい ね、イベントもやりたいじゃないですか、ライブとかね、したいわ ね、うん、ちょっとあのおっさんもうちょっと集めて50とかやりません、そういう意味じゃないから、あの20はじゃあ違うの、20は20代の20じゃないから、ああ、そうだ、あちゃんと歌とレッスン受けて ね、歌ダンスのレッスン受けて、今回はいはいおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんね、ちょっと今バキって言いましたそんな言ってもに、おじいちゃんも、はいはい、電車長くなるよ、あ、ほんまやわ、ほんまやわ、そろそろ本音を置いてもらいます、かまこまたつけといて、はいはい、ちょっとまたつけますね、時間ないから、はいはい、ごちそうさまー、はい、いやー、いいタイミングでなんかなったらいいな、いいと思うねんけどな、50シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。明石海峡大橋、いいですね、海も写しましょうか、どちらかな、空見えてるんじゃない、ちょっと揺れてんな、よいしょ、島側全て島、よろしいな、淡路島に入ります、淡路島入りました、この辺から淡路島